はいどうも、早くリセットガチャ回したいミストです。はい、本日はですね、こちらのアスレティス高校で早速秘めたる力カミラミサの方を使っていきたいと思います。デッキはこちらですね。レン、進む、ヒデオ、アンコ、セイカ、カミラということで、6条件のミート106、新広角砲、ストライク送球、電光石火編成となっております。まあ、このデッキがカミラ型では汎用デッキになるんじゃないかなと個人的には思ってますね。全ポジション対応の汎用デッキということで、もちろん外野手を育成する分にはテラミチ使った方がいいと思いますし、各ポジションごとね、いろんなデッキがあると思うんですけども、今回はこのデッキで試しに遊んでいきたいと思います。で、試しにと言いつつ、いきなり今回ね、天才持ち込んでます。天才カロバーで一発勝負いきましょう。さあ、ちょっとね、とにもかくにも久々のアスレテースなんですよねちょっと立ち回りガバガバになんないか心配なんですけど、さあどうでしょうか。さあ、説明は聞かないで初期競技配置見ていきましょう。おお、かなりいいっすね。スポクラとスケボーが来てますね。ここに初手いてくれたら最高ですね。行きましょい。いやー、いないか。いないけど、まあ筋力練習はまあまあかな。うん、ヒデオの評価も上げれていいですね。さあ、回復してカミラの自己紹介は回復はさすがにないか。さあ、天才来ました。頼む、ここでアスレテスはね、丸が欲しいですねはい、投手と違ってね、丸でやりたいです。お願いします。見ていきましょう。お前は真の天才になることができるのか、来い。あー、ないか。ないですね。まあ、盆栽で頑張ってやっていきたいと思います。あー、1個ずれた。もうこれもスポクラ持ってきちゃうか。うん、さすがにね。よし、まあ8作れば更新なんですけど、8は作れる気があんまりしないんだよな、天本だとね。まあ全然可能性はあると思うんでね、頑張っていきましょう。スケボー悪くないな。スケボー悪くないですね。いきましょう。次、入れ替えでスケボー持ってこようかな。はい、まあ招き猫持ってきてないんですけども、二股なんでね、大丈夫だと信じたいです。筋力強いな。肩も強いんだよね。いや、メンタルも強えわ。どこも強えんだけど。まあ聖火いるから、さすがに聖火いってこうかな。バスケだったしね。さあ、どうだ。ちょいいまいちだね。打って変わってレスリング上げていきましょう。 OK。 さあ、レンちゃんの告白がね、どのタイミングに来るとかも大事なんですよね。ちょっとヒデオのポジショニングがあまり良くないな。3人とか言ってくれる中で来たら熱いけどね。ここはサッカー上げときましょうか。で、カミラが確か気分屋と、なんだっけ、こっち見に乗せてた。威圧感と気分屋となんかだったよね。さあ、どうでしょう。悪くないね、筋力。あー、まあ最低限かな。これでスケボーが金メダルになれば OK ですね。よし、で、基礎値を上げるのをすっかりと忘れている。チャンスボール、お、これあんこちゃん攻めれますね。 OK、 ここは回復取ろう。で、今度はサッカーですね。メンタルが強い、めちゃくちゃ上がるやん。これはボクシングだし、このまま行こうかな。しっかりと基礎値上げて、で、今回金徳も全員確定かな、だと思いますので、そこも心配いらないですね。よし、なかなか競技の上がり方は素晴らしいね。ただイベント全く来ないのがちょっと怖いんだけど、イベント全く来てないよね。ラグビー上げとこうかな。まあそうですね、ここしか行くとこないっすね。そろそろタックも欲しいけどね。さあ、ここでマッチイベント評価かな。さすがに序盤なんでね。
あー来ちゃったか。やっぱそっち早いよね。まあ、マイベのね感想が見込めるということで許しましょう。さあタックは来て、どこだ、筋力、うわ強いねそれは。しかもこれ変えなくてもまあまあ強いな。このまま行っちゃっていいかな。まあ、片守備優先で上げていきましょう。ゴー。これで告白も来たら最高ですね。さあ来い。ああ、キムヤ来ちゃった。いやー、そこで体力削るか。これはカロリーバー打つかな、さすがに。怪我ダウンがなければ。あ、一応あるか。一応あるけど、ここで怪我したらたまったもんじゃないので、ちょっとな、どう、まあ一番対応してないここだよね。ここにどこ欲しいかな。とりあえずスポクラでいいかな。まずはここにスポクラ持ってきたいと思います。でカローバー使って、このためのカローバーですからね。多分技術はね、カミラが卓球持ってるから、なんとかなると信じてます。行きましょう。軽減挟むのもありだったな。回復イベント欲しい。回復イベント。うん。登り竜を見るとカミラを思い出すね。とりあえず、5タック踏めたので、よしとしましょう。うん、あ、悪くない。ここサッカーでいいっすね。ちょうどいい。いいとこにおるやん、レンちゃん。オッケー、素晴らしい。おっと、これはあれか、回復イベントか。うん、まあ回復しようか。これもあるの強いよな。回復イベントまであるっていうね。さあ打撃が強そう。ナイス。ちょっと基礎値上げつついきましょうか。気分屋はさすがに取ろう。うん、忘れる前に3で来たら取るしかないよね。ゴー。今んとこ普通に順調なんだよな。成果告白かも。いやー、これな。さあ頼っていけ。広角打法のコツもどっかでもらわないとね。ちょっと打撃がすごいな。いやー、マジかー。バスケ5、片守備タック来たら熱いよねこれ。まあ行こうか。これは行くしかねえわ。入れ替えも使っちゃってるんですけどね。これ片守備できたら激アツ。後指が来ねえな。ここは回復取って来い。片守備オッケー、守備できた。これは激アツっす。しかもボクシング一気にこれレベル5で取れるのはやばいね。やばいぞこれ。体力消費えげつないけどめちゃくちゃ強い練習来ましたね。よしよしよし、これでナイアンダオは一気に近づいたんじゃないか。ドン。めちゃくちゃ減りますよこれ。めちゃくちゃ減る。ういー。ただ回復が挟まってなんとか生き返る。イベントが来てねえんだよな。レンちゃん単独。いやー、めちゃくちゃデートしてこういう時やることなさすぎだろう。印象がめちゃくちゃ入りましたね。うん、まあ一旦これでメンタルいきましょう。告白来て、頼む。カモン。いや、これでここは広角打法を取りましょうか。さあどうでしょうか。パッと見成果はいないが、いやー、ちょっ
とな、ちょっと無駄ターンが続いちゃってますね。めちゃくちゃデートしたいターンではあるんですけど、行きましょう。いや、後がないよ。後指が来てないよね、全然。いやー、そっちか。で、これが金徳イベントですね。レストランに行けば電光石火。しかも回復もあんのか。マイベア順調なんだよな。はい、さあ、美味しい練習、まあまあ美味しい練習きたな。こっちも強いんだけどな。普通に打撃でいいかな。守備96にできるなら肩でもいいね。いやー、ギリギリ届かないか。じゃあ打撃かな。打撃いきましょうか。告白頼む。成果、成果。そっちじゃねえよ、そっちじゃねえよ。やばい、これマジ体力差レアチがきついんだよね。こうなってくると守備タックいいですね。一応全部の練習対応してるけど、まあ、バランス取るためにあれですね、ボクシング持ってきましょうか。 OK で、守備骨ワンチャンあるからちょっと控えめにあげようか。うん、これいいか。肩と補給だけちょっと尖っちゃったけど、精神結構稼げてんな。さあ、守備骨からの告白来ねえか。やべえなこれ。まあ評価上げときましょうか。大吉、攻めてもの大吉。まあ招きがないのでここはしょうがないとして、これで頑張ってやりくりしていくしかないですね。よいしょい。普通に噛み合ってんだな、練習は。で、ダメだ。ちょっと筋力ポイントが不足してますね。ここしっかり取っていきたいが、あー強いな。ただ、普通にここレスリング絡まってるんで、悩むな、これ。でも正直いいんだよな。ここいっちゃ、あ、でも、卓球どかせば体力どれかなりそうか。スケボーとアーチェリーあるから。まあ、カロバーもあるし、ここは攻めだな。卓球を、筋力系。筋力。まあ、バスケットボールもありなんだよな。金メダルだし、バスケットボールにしとこうかな。精神は結構もうあれだと思うんで。よし、で守備上げましょう。うん、いい感じ。どれくらい余るかな、体力。うん、パワーヒナイス。いやー、それはやめてほしかったな。うわ、めちゃくちゃ強いじゃん、練習。あー、もうカロバーあと1個しかないんだよな。不眠症は予想外だな。休みたくねー。かといって追もしたくねーしな。カロバー打撃練習、ラブパが最大値でもあるけど、悩むなーこれ。まあ休むか、普通に休むがいいよな。チュンチュン来い。ないか。でここは技でいこうか。よし、成果いてくれ。成果いないと
まあ、でもラグビー取れちゃう。ラグビーが取れちゃうか。入れ替え使っちゃったんだよな。まあ悪くはないかな。めっちゃ体力減るしね。次のターンどうするって話になるんですけど、もう攻めるっきゃねえんだよな俺には。攻めるしか道がないと思う。行くか。うん、80オール。ストライク送球6800点。どうなんだろう、アスレテースの点数覚えてないな。さあ体力はないが卓球来てるか。あーマジできついな。不眠症がクリボッチなのもきついんだよね。あーきつすぎ。どうしよう。バレーボール今取ったところでだよな。通院で、うん、バレンタイン回復でいっかな。よし頼むよ。よし今来る。いやーこれデートどこでしようかな。マジでだいぶデートできるタイミングを失ったな。卓球を上げるか。あー打撃だな。ただテニス、テニスは渋いな。他のにしたいね。ただ結構もう上げるべきもの上げちゃったんだよね。どうしような、どうしようかな。他に上げときたいもの、他に上げときたいもの、ただここに無理に動かす必要もないんだよな。だったら普通に筋力卓球に行くべきだと思われる。よしようやくラウパが来て回復していく。さあ打撃いいんじゃない。これはやっぱカミラが適してますね。残り3周だからここで動かすか。動かさなくても強いんだよな。取っとくか。ラストターンの入れ替え取っときます。他ちょっと技術がなくてあげれないっすね。印象もちょっと取っとこう。シャンメ初球、うん、まあこれでいくかな。行こうかな。オッケー、固めプレッシャーラン。で、ちょっと、うん、まあ、この辺りに何かぶち込むかな。それか、レンちゃん。いない。打撃練習に、そしたら、卓球行っちゃってもいいんだよな。今、卓球行っちゃおうかな。うわ、ソウルかと3足りない。ぐぬぬ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 。まあ競泳あたりを上げとくってのもありなんだよね。1、2、3、4、5、7個か。ちょっと中途半端になっちゃったな。射撃アーチェリーでいいかな。どの道今メダルになってるやつも上げなきゃいけないんで競泳にしとこう。競泳は絶対使うからね。よし、オッケー。体力キープからのキャンディー、意味ないけど。本塁成果も確か取っちゃったよな、バスケで。さあどうだ。うーん、普通に強いんだよな。マジでデートしてる暇がない。技術筋力取ればいい感じになるね。
さあここ10回復も挟んでいく。付き合おう。ちょっと降格法もこれ見据えていかないとまずいですね。ここ一旦デートかな。そうだね。さあでここのターン動いていきたい。レンちゃんいない。噛み合わないな。金メダルになってるとこに聖火いてもなーって感じなんだよね。ここはデート集にしよう。さあここで、シビレン強い。このままでも強いんだよな。これワンチャン進むいるからバレーボール金メダルにできる説あるよね。それにかけようわ。かけるわ。よっ、よし、オッケー。これで96にして効率よくいきましょう。いい感じじゃない？で、電光石火もリーチになっちゃったんで取らなきゃいけないですね。金メダルゾーンがすごい。打撃カミラ。めちゃくちゃ技術だな。ここはレスリング持ってこようかな。まあここも金メダルゾーンなんで一気に流してしまいましょう。で、電光石火はあと50ポイントくらいか。よっ。よしよし、なんとかやりくりしてるが、タイエース。まあまあ練習ですね。ただもう9個なんで、そうなんだよね。臨床あと50ポイント稼がなきゃいけないんだよね。デートかな。とりあえず一旦今盗塁骨が来てればな、言ってたんだけどな。臨床ください。うわ、入らねえ。さあ秀夫が成功。まあ取るしかないですね。やべえなこれ。うわー、ちょっと待って、敏捷が足りなくて進めねえ。わ、やばい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 。あー、これプレミだなー。電光石火取っときゃよかったっすね。ちょっとプレミしたな。一気にデート召喚しちゃったわ。敏捷が欲しいんだよな。どれだっけ。印象アニマルフェスティバルだったかな。違ったわ。あー、まあここで取るしかないか。ちょっといろいろロスったけどしゃあないな。ナイスランパ9600点。あー、1万点いってないのはやばい気がすんな。議論だね。打撃、印象系がいらないんだよね。入れ替えでレスリング持ってきちゃおうかな。取っちゃって ここは、そうだね、ここはレスリング持ってこよう。よし。
どこまで行くかな。ここで開眼して、いやー、ラブパついてるのに正解ないのきついね。メンタル強い。キャッチャー取っていきましょう。うん、ナイス。ラウパ長いのナイス。肩も強え。どうしよっかな。まあこのまま行くしかないか。ちょっと金メダルが怪しくなってきたかな。守備成果か。こう技術精神は一気に稼げたのですが、コツ取っていきましょうか。いやー、どうしようかな。これは置いとこうか。筋力タックが欲しいかな今のところ。まあ守備タックか。さあ金メダルゾーン、おー、レンちゃんいるが、レンちゃんいるが、マジ金メダルゾーンだな。テニスムーブしよっかな。ここでメンタルテニスで上げとこうか。よし、弾道を上げてまいります。さあ終わらせまして、ここはタック期待ナイス。守備タック、おお、いいね。肩も強いけど、ああ、卓球取れるのも素晴らしい。技術がこれやばそうだな。入れ替え残ってるってか、の入れ替え作ったんだよな。ここを精神にしてボクシング入れるのはありなんだよな。どうしよっかな。とりあえず技術3でしょ。ここで多分体力なくなるから入れ替え使うならここだな。かといってでも金メダルの数もね結構怪しいんですよね。卓球で11個目。まあ、入れ替えはあれか。いやでもここで入れ替えしないと体力持ってかれちゃうから、11個目でしょう。12 13 14 15。銅メダルのやつもう1個くらい欲しいんだよね。さっきこいつをね金メダルにできてたら全然状況変わってたんですけど、ナイアンダーを捨てるかな。いや、ここロードにしとこうか。
して技術を裁こう。降格法はいい裁きですね。上り上司洗礼、あ、これでいいか。綺麗に裁けましたね。よし、これでいこう。オッケー。で、ここはデートですね。アメヒもらいましょうか。サロダ、お、いいですね。狙い通り、これは狙い通りで、12個目、早急強いからのタックはしっかり来てんだよね。なるほど、筋力精神が欲しいんだよな。ラブパ来てるけど、くー、あー流れちゃうんだよなこいつら。なるほど、筋力精神どっちが欲しいかって言われたらどっちもなんだよね。どっちかって言ったら筋力か。まだまだ筋力が足りてないね。どうしよっかな。今金メダルが12個か、12個で、守備タックかな。守備タックですね、行こう。で筋力を稼ぐと回ります。さあ70オールと、なんか経験点入ってる気がしますね。お、メン、あ、一発じゃいけねえか。競泳はこれも8月一種に狙うとして、メンタルになんか持ってくっか。メンタルになんか持ってこよう。今12個でしょ。15個までは見えてんだよな。あと1個が、あと1個がきつい。まあ、柔道だな。筋力入れときましょう。5軍奮闘。ちょっとこれはよほど練習がかみらない限りきついぞ。もうテニスも使っちゃってる。メンタルか。13でしょ。入れ替え15、まあ、この盤面にあるやつどうにかするしかないですよね。まあ、メンタルしか行くとこないので、競泳を今取ってしまうってのも、まあな、いやー、カロバ1個あるんだよね。いや、ダメだな。行くしかねえな。あの、電光石火取るためにね、見逃した。あそこが痛かったね。さあ、7月4週まで来ました。どうなる？全然引かんなくなったな。いやー、ずれてんだよな。とりあえず、これリフティング回収。これ、これこっちに来てほしかったな。あ、待って、こっちも強え。これはこっちやな。ワンチャンが出てきたけど、まあ、タックが強かったら捨てるかな。さあ、どうだ。タック来て、打撃。いや、強い。まあ、これ悩んだ捨てっすね。さすがに。
これは強いわ。でも競泳がもう入れ替え1回でいけそうだったんで、まあそれを使いつつかな。カロバー結局これ残っちゃうな。このタックルネクスト読んでしょう。ちょっとコツ取ってから決めますか。海岸もあるからね。まあこれで一旦行こうかな。ここはノーチェンでいいんじゃない。ノーチェンでいいや。次だな、帰るとしたら。 OK、 行きましょう。さあここでカロバー打ちつつ、タックは来て、肩、やっと肩来たね。肩全然来てくれなかった気がするけど。でここで普通に強いんですけど、印象尖りすぎじゃない？なんだかんだ技術だと思うんで、技術入れていきましょうか。1、2、敏捷精神。ここに、あ、待って、でもここ行ったら、そうか、次体力、いやー、でもスケボーあるからな。軽減を信じよう。これで軽減で次も練習できることを祈る。結局競泳のことはどっか行っちゃったんですけど、ここ上げちゃっていいよね。待って、ワンチャン取れるかもしんないか。フェンシングはワンチャンあるね。対左取って、チャンスコツ来てないの痛いね。まあこんなもんか。割となんか強くなってきたぞ。海岸の経験点がちょないか。あ、2だ欲しい、2だ欲しい。来い、頼む。ああ、いけそうだね。チャンスナイス。よし、なんとかなりそうかもしれない。いきます。さあラストターンですね。タック来てください。ありがとうございます。これどうするのがいいのかな。これタックフェンシング取った方がいいかな。精神がちょっと不安か。入んの56ポイントだしな。だったらこのメンタル練習行った方がいいか。普通に敏捷はいらないしな。フェンシング行こうか。さあキャッチャーはナイス。メダルは足りなかったですね。キャッチャー古軍奮闘、まああとは海岸勝負といった感じでいきましょうか。さあ終わりましたね。点は出てないよな。1万7000くらいじゃないかな。久々のアスレテースでちょっと下手になった感ありますね。経験って何か溢れてるけど。あ、エプロがあるの。あ、待って、俺経験って、うわ待って、めっちゃ溢れてない。エピローグ忘れてた。待って、経験ってめっちゃ溢れたわ。
え、待って、意外と出てた。意外と出てた。待って。ちょっと待って、これちょっと待って。俺、まあ、マジやらかしたわ。いろいろとやらかしたわ。うわー、めちゃくちゃ溢れてんじゃん。これはごめんなさいですね。ちょっとやべえ。やべえ、待って、普通に2万点くらいあったってことか。やらかしたわ。何してんの俺。あー、完全にやってますね、これは。うわー、ちょっと今のはショックだな。え、待って、これ意外と強いパターン。ちょっと開眼していきましょう。はい、ちょっと査定弱いね。ないかな。強い。うわ、ちょっと俺経験点のロスだけ許せないんだって。もう自分でいろんな人に言っといて、これはやっちゃダメだろう。完全に忘れてた。え、待って、普通にこいつ強そうなんだけど、やっちゃったな。いや、ちょっと待って、怪我もあるから200、精神の方を使った方がいいか。200 170 130、これでいこう。うん、またかい。うん、悪くないんだよな。いや、ここは勝負で。あー、待って、これ俺のミスがなかったら普通に強かったかもしれない、この人。4番冷静、ダノビアウトコース、ローボール、バント、走塁、敏捷系か。え、だってこれ技術だいぶ俺溢れさせたよね。これで意外性いけない。追い打ちか、これでいっか。うわ、やったわ、マジでやったわ。どんなもんでしょうか。まあ6くらいか。あー、なんか全然ハマってないと思って最後ちょっと流しちゃいましたね。申し訳ないっす。これは単純にエピローグのこと忘れてた。完全にアスレテースアレルギーじゃないですけど、完全にこれなんていうの、日本語あれでこない、なんだっけ、こういうの、ブランク、完全にブランクっすね。はい、途中しょうもないね、電光石火のミスもありましたし、うん、でもそんなにこんなハマってない天本でまあここまで伸ばせるっていうのは、まあ、カミラ強いですね。うん、ちゃんと今回ね、タックスルーなしでタックも来てくれたし、まあ、得意練習率アップがね高いキャラをね、まあ、しっかりと編成して、そこをね、二股のね、まあ、タックが来ないっていうね、うん、ウィークポイントをうまくカバーできたのかなというふうに思っております。まあ、やっぱカミラは安定して強いね。卓球っていうのは今回マジ救われたと思います。うん、途中技術ポイントなくて困ってましたけどね。はい、といった感じで、ちょっとね、グダグダなサクセスになってしまったんですけど、初仕様ということで、どうかお許しください。という感じでね、まあ、ブレインマッスル投手ばっかやっててね、感覚が麻痺ってるので、ちょっとアスレテースの感覚もこれから取り戻していきたいと思います。といった感じで、今回の動画を終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。では、失礼します。See you!